皆さんこんにちは。2023年2月1日に井伏浩太選手が新日本プロレスを退団することが発表されました。そこで今回は井伏浩太選手が退団を決意した理由とライバル全員から見放されている理由について紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。井伏浩太選手といえば新日と DDT に両属していた初2団体所属選手として有名でした。そんな井伏浩太選手は後に新日に完全移籍するも右肩に負った大怪我のため2021年10月から長期欠場していました。しかしこれが退団の原因ではないことは井伏浩太と新日本をよく知る人たちは熟知しています。実は井伏浩太選手は2022年は他団体への無断参加とその後の自身のツイッターでの団体への批判暴露発言により新日から選手契約違反を理由とした3ヶ月の減俸 10% の処分を受けています。この新日とのいざこざが井伏浩太選手が今回新日本プロレスとの契約を更新しなかったことにつながっているかと思われます。ここで注意しなければならないのは減俸に嫌気がさしたわけではないということです。結局その程度の器しかない場所か残念でしかない。書もない。これは先ほど紹介した井伏浩太が減俸を食らうことになってしまった新日への批判です。この言葉から減俸をされる前に新日へ失望していることがわかります。そのため新日の体制そのものに疑問を感じていたのでしょう。それでこれ以上新日選手としてリングに上がり続けるのは困難だと判断し退団に進んだのだと思われます。以上で井伏浩太が新日を退団する経緯が分かったかと思います。それでは井伏浩太に誰からも応援メッセージなどが来ていないことについて触れていきたいと思います。井伏浩太は初代 IWGP 世界ヘビー級王座を勝ち取ったり G1 クライマックス2連覇を達成した史上3人目となるなど様々な快挙を達成しています。このようにプロレス界を大いに盛り上げてきた井伏浩太に誰からもコメントが寄せられていないというのは少し違和感を覚えますよね。特に因縁の相手である岡田和親や高木慎吾内藤哲也あたりからのコメントがないのは一体なぜなのでしょうか。岡田和親とは G1 クライマックスにおいて因縁がありました。2021年の G1 クライマックス31において井伏浩太が岡田和親と決勝戦で対戦しましたがなんとレフェリーストップで井伏浩太の敗北岡田和親の勝利という結果になってしまいました。この決勝戦の結末は井伏浩太がすみませんでしたと謝ったほどあっけないものでした。そんな味気のない戦いで G1 クライマックス31を優勝した岡田和親はその翌年の G1CLIMAX30 にも優勝することに成功します。この年の岡田和親の試合相手はウィル・オスプレイ。バックステージに戻った岡田和親はウィル・オスプレイとの激闘を振り返りつつ昨年の優勝戦で井伏浩太の試合中の負傷によるレフェリーストップ勝ちでの優勝についてもちろんすっきりした部分もありますけどやっぱり井伏浩太とやってないですから井伏浩太を倒してまだ残ってるモヤモヤっていうのは解消するんじゃないかなと思います。と井伏浩太との決着戦を熱望していました。高木慎吾とはかつて IWGP をめぐって因縁がありました。高木慎吾は IWGP 世界ヘビー級は第2代王者であったウィル・オスプレイが首の負傷により返上。6月に岡田和親と高木慎吾による王座決定戦が行われ王者となった高木慎吾が初代王者である井伏浩太を挑戦者に指名。ですが井伏浩太は今月17日に体調不良を訴え診察の結果誤嚥性肺炎と診断され欠場。前日に王座挑戦をアピールした棚橋博が代わりに挑戦することとなりました。結果は高木慎吾がショートレンジラリアットで棚橋博をなぎ倒してからのラストオブザドラゴンで3カウントを奪い勝利しました。そして後日
初代世界ヘビー級王者のイブシコウタが高木慎吾にそのベルト返してもらおうかと堂々と奪還を宣言しました。イブシコウタが張り手を浴びせれば高木慎吾はラリアットで応戦。終盤高木慎吾にパンピングニーを決められましたがカウント2で返し流れをつかむと神を連発し粘る高木慎吾を KO しました。このようにライバルともいえる関係戦いを繰り広げてきた二人から何一つコメントがないのです。特に高木慎吾に関してはイブシコウタは同期なのでますます溝を感じてしまいますよね。他の関係の浅いレスラーからコメントがないのは当然だとしても果たして一体なぜこのような事態が起きているのでしょうか。それは今から紹介するもう一人のライバル内藤哲也が以前語っていました。それはインターコンチネンタル戦のイブシコウタと内藤哲也大阪城ホールの調印式が行われた時のことです。なんだか嬉しさを隠せない感じの二人でしたが内藤哲也はレスラーイブシコウタは好きだけど人間イブシコウタは嫌いと発言。さらに内藤哲也は人間イブシコウタは嫌いだよねと新日本プロレスの取締役会長を務める菅林直樹に同意を求めイブシコウタに追い打ちをかけていました。いかがでしたでしょうか。今回はイブシコウタの新日脱退の理由とライバルの誰からも見向きもされていない理由について紹介してきました。イブシコウタは今後の活躍の展開を海外に移すことが報じられています。このことと内藤哲也の発言を合わせて考えると他のレスラーからも人間的な部分で嫌われており日本のリングに上がることが限りなく少なくなるであろうことからもはや気に留めなくても良くなったということなのかもしれませんね。ただそうなると今までの高木慎吾や岡田和親のリング上での熱い言葉が嘘だったということになるので少し寂しいような気もしますね。しかしパフォーマンス含めてのプロレスなのであまり気にしなくてもいいのかもしれません。いろいろな葛藤はありましたが新日本プロレス様ありがとうございました。自分は契約は更新せずフリーという立場を選ばせていただきました。長いようで凝縮された期間をありがとうございます。感謝しております。これからは自分の行く道を見守っていただけたらと思います。何が起きるかわからないとツイッターで綴っているイブシコウタ選手今後の活躍に期待ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。